青番周回3コーナーから4コーナーに向かうところ、7番の西谷が前受けを選択、人気は7番の西谷に集中しています。そして3番の大沼、5番手、さあまずはやはり大沼からアクションを起こしていきました。後方からゆっくりと上昇開始は東の遠征ラインです。残り800を切っての1コーナーで前を抑えて、あとは1番の川上が切り替えていって、これで西谷が5番手まですんなり車を下げました。前後布陣が入れ替わっています。3番の大沼が後ろから抑えて、あとは7番の西谷がどこから巻き返していくか。鐘が入って3コーナーから4コーナーです。さあこの辺りは3番の大沼が先行、そして追走が岡崎、3番手がススが、1番の川上が4番手にいて、7番車の西谷はどっしり5番手に構えています。残り400を切りました。4番手少し車間を切って1番の川上信号、さあ先に川上が縦に踏んでくるんでしょうか。2番手は波を作っています。さあ4番手からここで1番の川上信号がまずはまくっていきました。川上のまくりが2番手まで上がってきて、あとは7番車の西谷もまくってくる。ここでまくり切って1番の川上なんですが、外を通って7番西谷のスピードがいい。4コーナーを回ってくる。先頭が7番の西谷、西谷先頭で五輪、2着は2番の北浦か。